21日、1、3、笹塚、トークタイム。そして、15日から21日まで開催されている、裏で開催されている謎のジャグラーイベント。この期間中、各機種に設定5、6、1回以上投入確定。というやつ。それも最終日。そして昨日、めっちゃ回収日。からの今日特定日からのピザ、いやちょいうまいんだこれが、いやマルゲ、いただきます。行こう。てか、どうもテカリマンです。ということで抽選行ってきました。61人並んでてというところで積もった。まあ今日はね、ちなみにもう何も分かんないです。店長も変わって入れ方も多分全然違うんで、でまあ一応ジャグイベント最終日ってことで、このジャグイベント中設定入れられてないところを中心に、だまあ角に、マイジャグだったら角にが入れられてないんで、まあこの最後の特日プラスジャグイベント最終日で入れてくるんじゃないかなということで、角にまず狙って、でそれダメだったらまあファンキーハッピー大ジャグ、まあ、あとマイジャグにもあと2台くらい候補あるんですけど、ちょっとそこはちょっと考えます。いろいろ、ボーナスはある程度引けてるけど、でタンレグも2つ、ただブドウがちょっとやばいんだけど、 7.4 って何、ブドウが当たらなすぎて、なんかブドウ出るだけでうわブドウ来た、どういう状況、弾の減りがやばいんだけど、50枚で20回転ぐらいしかしないんだけど、さすがにないか。まあ、まだやるよ、さすがに。タンレグ引いてるから。で、チューチェも引いてる。いやー、でもちょっともうなさそうな感じはすげーするな。こんなブドウ悪かったことないから。とりあえず宣言まで持つかわかんない。もう持ち玉全部伸ばれてるから。こっからまた、チョメダルで、行かなくちゃいけない。
戦ゲーム。いや、どうなの、意外とね、ブドウだけっすよ、ブドウ 6.7 だけど、全部レギュラーが単独なのがでかい。あとね、チェリーでまだ1回も光ってないんだよ。あのチューチェはもう3000分の1とかだから、それは入れないで換算するともう1回も光ってないんで、チェリーで。だいたい1000ゲームで2回ぐらいチェリーで光る計算なんですけど、それが1回も来てないのがまだ出玉につながってない。今まあプラマイゼロぐらいなんで、単独を引きつつチェリーどれだけ引けるかっていう感じ。ちょ、まだ全然いける、全然いけるぞ。ギリギリのところで繋いでる全然増えない。ブドウは 6.0 ぐらいまで戻ってきましたけど、それでも設定1、全部の数字が今設定1から2ぐらいですね。で、なんで持ってるかっていうと、コンスタントに1ぐらいの感じで当たってくれてるから。大きいハマりが1回もまだ来てないんで、ハマっても400近く。今投資8プッシュ8000円分。これは何かきっかけを与えないとガーっていかないでしょ。与えます、きっかけを。
いやーいやー、レギュラー来てる。いや1個2個か2個ちょっと目押しミスで謎レグになっちゃったけど、まああれは単独レギュラーとみなします。そうすると、単独レギュラーの確率が5と6の間、まあ2個中1個単独レギュラーだとしても4ぐらいなんで、でブドウはもう悪いです、 6.1 ぐらい。だチェリーはね、目押し多分7割ぐらいで7とか出ちゃってるんだけど、それでも2から3の間なんで、まあ、もっと多分チェリーは引けてると思うから、下手したらチェリーは5、6とか4とかの数字が、まあ今の合算とか全体的に見ると、まあ圧倒的に3なんだけど、まあ、ワンチャン4、5、6あり得る。6だったとしても、だってあの2000枚の壁とかでずっとうねうねして2、3000ゲームとか行くことあるじゃないですか。それを最初に今俺は食らってる状態、6で食らってる状態っていう可能性も全然あるんで、もうすごい耐えてるよね。これが設定1、2とかだったらすげえ耐えてるから、3000ゲーム耐えてる時点で、まあ下はねえんじゃねえかなって思うよね。なんでちょっとこっからがっつり行きたいな。やばいんだけど、1G 連射。いやあのね、いや初めて 1G1 回目1ゲーム目7で狙ってみようと思ったらしちゃいましたね。初めて、いやこういうのあるんだよな俺。あこれでペカりそうっつったらペカったりとかするから、これ察知能力やばいな。プラマイゼロですね。戻りました、プラマイゼロに。ずーっとうねうねしてる。どうなんだろうな、低設定っていうか3だったら機械割り100だから、あのずーっと打ち続けたらもうプラマイゼロになる感じなんですよ3はね。それうまいこと3の確率引けちゃってるのか、1の上振れでこんな感じになまだ下がるのをギリギリ粘ってるのか。でもレギュラーがいっぱい来てるから、高設定のビッグ引き弱でちょっとまあずっとうねうねしてるって可能性だよね。あるとしたらそっちの方が高い気がするんだよな。だってハマりも最高ハマり400いってないからね。400近くのハマりが3回で、それ以外なんかコンスタントに当たってるんで、それがちょっと気になるんだよな。だから低設定だったらめっちゃやばいハマりが来るはずだから、それ来てないんだよ。今から来る、やめて。We'll be right back.
やばいわ、まさかの前ジャグの中で合算トップになってる、そしてレギュラーもついてる、まさかあれ高設定だった、あれマジか、いやこれがよくあるあれか、データで見る後半グーッと上がるやつ、それ掴んだ、いや粘ったかやった、これは今7時ぐらいですかね、では残り3時間ぐらい、では回せたあと2000ゲームかな、なのでまあ7000ゲームはいけるかな、ちょっとまあ、うん、こんな高設定になるとは思わなかったんで、めっちゃゆっくり打っちゃってますけど、まあもうこっからはタンレグとかチェリーとかそんな関係ない、もう回すだけだ、うん、来てますね、勝ち大勝ち、投資414枚回収1970数枚プラス1500枚ちょっと約3万、いえ戻したね、戻した、あの時負けた5万円ほぼ戻しました、いやー粘った、粘ったっていうか、いやよく頑張ってくれた、あの台が投資まあ9000円分なんですけど、チョメダル内でいけたんで、チョメダル1日に使えるやつ460枚なんですけど、それが尽きたらまあさすがにないかなーと思って帰ろうかと思ってたんですけど、なんとかこうプラマイゼロのところでぐる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 6時間やっと目覚めてぐーっていきましたね、6500ゲームで400ハマりして、最高ハマり達したんでやめてきました、その後すぐペカってましたね、はい、でバケバケ引いてました、連チャンで、まあどうなんだろうな、ブドウあんな悪い、ずっと 6.2 とかだったんだけど、あんな悪いんだったら、うん、怖いよね。まあ合算的に5とかは、うん、確実なりそうな感じではあったけど、もう途中から謎レグ頻発しすぎてもうよくわかんなくなってますけど、ブドウ悪いだけで多分あれおそらく500枚とかそんぐらい損してるからね、これブドウ仮に 5.8 とかで計算すると 100×7 だよ、700枚ブドウだけで損してんだよ、だからそのブドウです、出なさすぎて設定3とか
4なんだけど、ブドウちょっと出なさすぎるなこいつと思って、いっぱいペカらせてあげよう、それでガス、機械割りちょうどいいぐらいにしようみたいな、そう思われた可能性ありますから、うん、勝ちです。明日も特定日なんで、朝日、うん、結構3000枚ぐらい7日間でへこんでる台が結構あったんで、明日もそういう感じでいきたいと思います。いや、よくっていうか合算で言ったどんどん成長してる、どんどん、ジャグラ一本でいいんだお前なあ、変なやつやんなくてもどんどん成長してんだから、ジャグラーだけでいいんだ。食べよう、勝ったんだ、勝ったんだ、あのクソみてえな日にやらかした5万円今日で取り返したんだ。食べよう、食べ、あ、ちなみに原口さん、アイムジャグだよ、3500万円ぐらい出しました。どうやったらアイムってそんな出んだよ、出しすぎでしょ毎回。俺アイムジャグラーの俺の記録プラス1816枚で最高ですね。どうやったらそんな出んの。俺の最高出玉がハッピージャグラー3294枚、2位もハッピージャグラー3237枚で、3位にマイジャグ2967枚で、4位はまたハッピーの2252枚。ハッピーですげえ積もってんだよこれ。だからハッピーが相性いいんだよ。マイジャグはだって全然だよね、これ。中勝ちみたいなやつが多いっていう。こう見ると、2000枚超えたことないのが、アイムとファンキーですね。だからファンキーはね、カレイドなんだよね。やっぱカレイドはね、圧倒的に6を使ってる合算とかデータがね、多いんですよ。小ゼ6のデータが、まあ、1特定日に対して、123とかだったら、小ゼ6だなっていうの、1個あるかないか。普通のお店だったらそんぐらい、その123ぐらいの規模の店だったらそんぐらいなんだけど、毎回特定日に5、6個ぐらいあるんだよね。いや、だからカレイドなんだよね。ファンキーのプラス2000枚を超えられる店っつったらね。あと、アイムもそうだし。123とか言ってても、本当に、1特定日のマイジャグ19台とか、17台、11台をぶち抜かなくちゃいけないから、めちゃくちゃきついんだよね。他は中間みたいな感じだから。ただカレイドはね、2分1とかで設定入ってるんですよ。だからもう絶対カレイドなんだけど、抽選がね、抽選なんだよ。まだ1回しか行ったことないけどね。1回1万円ファンキーに使って、一瞬で。一回も当たらず、一回も当たらず終わったのかな、一回レギュラー当たったのかな、それで一瞬で終わって、うわーっつって。だからまだカレイドがね、一番強いはずなんだよ。多分圧倒的にカレイドなんだけど、抽選運がなさすぎてカレイドで積もれてないんだよね。積もれる確率はカレイドが。チキン、カラチキン、いただきまーす。ちなみに今日マイジャグの狙い台3つあったんですけど、3つ中2つ当たってます。カドニっつってやじゃん。カドニ3500枚ぐらい出てるね。ただ結構波が荒い感じだったから、多分俺が打ってたらやめ、まあ途中で資金尽きてるかやめてた。だから結果良かった。で、ハッピーの狙い台も2つあったんだけど、それも1つ当たってますね。まあ当たってるんだけど、1000枚ぐらいしか出てないよ。で、ゴージャグ当たってない。ただ、ゴージャグのファンキーも、まあ、今日、ジャグラーイベント最終日っていうこともあって、まあ、6だなっていうのが、うん、一つずつありました。うん。美味しいね。
そう言い忘れてた。負け動画を欲していた皆さん申し訳ございません。買っちゃうんですよすぐに。